名神妖怪地カントリークラブは、滋賀県東大見市東町に広がるゴルフ場である。1955年、滋賀県のゴルフ場は、美和湖カントリークラブと、三子山カントリークラブだけで、大阪や名古屋からも遠かった。奥田正史は、新たなゴルフ場の建設をと用地を探していた、福田武雄事務所に行った時にあった、道路公団、岸道蔵から、 滋賀県にいい土地が後囁かれた。奥田は鈴鹿山系ののびき山の麓の現在地にたどり着いた。コース設計は相馬正種に依頼した相馬は植物学者である。だが英国留学が長くゴルフの知識も深かった。また埼玉県日高市高萩にある日高カントリークラブの設計を行っていた樹林を多く残した林間コースで評価が高かった奥田は 相馬の設計を気に入っていた。新たなゴルフ場建設に向け母体会社、株式会社名神洋海地カントリークラブが設立され、コース志向は株式会社、熊谷組に依頼した。1965年10月22日、27ホール規模のゴルフ場が開場された。ゴルフ場は、コース全体的に穏やかな自然の起伏があり、 歴史を感じさせる赤松でセパレートされたフェアウェイがゆったりとした丘陵コースである。鈴鹿コースは距離が長くフェアウェイが広いがクロスバンカーが多い。比叡コースはドックレッグのホールがいくつかあり第2打地点がスコアメイクに影響する。い吹コースは距離は短いが打ち上げや池越えのホールがいくつかあり油断できない。日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ。 日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本女子オープンゴルフ選手権競技大会を2回、開催するなど多くの大会開催実績がある。郵便番号529-1597滋賀県、東大見市関東町983-150番地鉄道道路。ありがとうございます。